佐市小里にある花遊び。こちらでは毎年春と秋の2回バラ祭りが行われていて、毎回たくさんの観光客でにぎわっています。今年のバラはこれまでで一番美しく咲いているとスタッフの方が太鼓判を押すほどの600種類の満開のバラたちが皆さんをお待ちしています。地震発生後営業を停止していた花遊び、5月1日から売店、バラドーム、ローズショップを再開しました。幸いにもバラドームは地震の被害はほとんどなく、イングリッシュローズを中心としたおよそ5000株の丹精込めて育てられたバラは私たちを励ますかのように咲き誇っています。天気のいい日はバラの香りがより一層強くなり、まるでおとぎの国へ迷い込んだかのようにその香りにも癒されます。ドーム内のバラの見頃は5月20日頃までで、それ以降は外のバラが満開を迎え、花遊びでは6月12日まで現在の営業を続け、それ以降は検討中とのことです。花遊びといえばランチバイキングが人気ですが、残念ながら現在レストランは営業しておらず、代わりに5月12日から登場したのがこちらのピクニックセット。メインを赤牛ハンバーガーやソーセージバーガー、 BLT サンドから選んで、他にもローズワインや手作り洋菓子がセットになっていて、そのままガーデンでピクニックができます。バスケットやシートは貸し出ししていて、持ち帰り用のバスケットもあります。バラに癒されてお腹いっぱいになるピクニック、ご家族はもちろんカップルのデートにもおすすめです。